阿部亮平さんが2年ぶりに暮らしい登場落ち着いた感じのデートを想像しながら撮影をしていました全文公開パイプ暮らし s スノーマンの阿部亮平さんが約2年ぶりに登場ブックカフェやギャラリーなど阿部さんらしいちょっと知的な雰囲気の場所で週末デートへインタビューでは理想のデートプランのほか大切にしているグループへの思いや30歳となった今 安倍さんが考えていることをじっくりお聞きしました。急遽の撮影はいかがでしたか今日は落ち着いた感じのデートを想像しながら撮影をしていました。文学館のカフェやギャラリーなど大人のデートだなって感じがしましたね。自分自身としても美術館や博物館デートが一緒に楽しめるようなお相手だといいなぁと思いました。先日、現地に友達がいるので一人旅でヨーロッパに行ったんですけど、 大英博物館とルーブル美術館に行ってきました。どちらも混んでいてルーブルではモナリザを見るのも大変でしたけど、苦笑大英博物館ではロゼッタストーンも見ました。その時に見て感じたことや感動を共有できる人がいると楽しいなって思いましたね。